まあ、これが65の世界最高峰だよっていうのを見せたくて、それ以上の金額を出そうと思ってます。そうだ、10対10の対抗戦は決まりましたけど、手堅いですよ、宇田選手、うん、めちゃめちゃ手堅いですけど、ミスはたくさんあるんで。で、伊藤さん、続いてここからは対抗戦の、はい、お話を聞かせていただきたいと思います。トータル10対10の対抗戦は決まりましたけど、まあ、ここの決まった経緯というか、まあ、やろうとは思ったんですけど、宮田さんと話し合いをしているうちに先方の方から10対10やりたいと。まだ、まあ、あとは、まあ、ね、望まれてるカードもあったじゃないですか、まあ、うちもタイミング良くて、まあ、お互いやっぱ選手のタイミングが良かったっていうのはありますよね。だからチャンピオン対決ができたっていうのはね、少しあるんで。僕も前職の時に、うん、対抗戦2度ほど、はい、やらせていただいたんですけども、はい、負けた側で、はい、非常に悔しい思いをしたんですけど、まあ、勝った側の伊藤さんは2回の対抗戦は、まあ、結果を正直どう捉えてたんですか。もう当然だろうって気持ちだったのか。いや、僕は 50-50 だと思ってましたよ。ただ、まあ、選手たちはよく頑張ったなと、本当によくやったなっていうのは気持ちですね。選手たちに感謝しているというか、はい、選手のなんか気持ちというか、入り方はまたなんか普段のライズの試合とはなんかちょっと違うものっていうのを感じました。まあ、そうですね、ライズ愛が強いんですかね、選手たちみんなすごく感じましたね。絶対負けねえよっていう、死んでも負けねえよみたいな、そういうのがすごく伝わってきました。その皆さんの意気込みを僕感じたのが、やっぱ合宿をもうやられて、はい、本当なんか総出で、うん、もうこの対抗戦に挑んでやっぱ勝ちに行ってるなっていうのをすごく感じたんですけど、ああいうのはもう伊藤さん発信でやったのか、自然に選手たちが、まあ、選手たちもあるし、やっぱ士気を上げるためっていうか、やっぱ普段戦ってる敵同士ですけど、今回は違うよと、チームで勝つんだよっていう意識作りっていうんですかね、言うのは簡単なんですけど、指導することによって伝えたかったっていうのは、すごく雷蔵選手、僕初めてあの時にこう対抗戦をやってみて、研究熱心というか、試合に勝つためのストイックさとか必死さっていうのが、その練習含めて正直僕が思ってて以上のものを感じたんですけど、やっぱそういったところは何だろう、実際伊藤さんも感じてたのか。そうですね、合宿を終わると余分に時間、また時間があるんですよ、部屋を借りてて、そこ質疑応答の時間とかあるんですよ。そこでまた勉強会みたいなのやるんですよ。座学みたいな。そうです、はい、そういう部分もあったり、か分かんなかったら常に聞いてくるとか、うん、その勉強会みたいなのも、はい、毎日のようにやってて、はい、でだから逆に、まあ、まあじゃあ天心がタケルとやるときに、じゃあ俺だったらこうせよってみんなの意見もあり、はい、でいろんなのを上げてったりとか、はい、選手目線の意見とか、うん、俺はこう思うよみたいな、うん、ただ練習だけじゃなく勉強っていうんですかね、はい、それは負けますね失礼しました。いや、もうそこまでやっぱりこう対抗戦のものに対する思いとかとか強かったなっていうのは、なんか改めて、まあ、そうですね、はい、やっぱり負けね、やっぱり負けさせたくないし、はいはい、勝つためにはできる限りのことやってあげたいなっていうのは僕はあったんで、はいはいはい、なるほど。もうそういう中で今回は、まあ、この流れではまあ3度目ですけども、まあ、いろんなこれまでカードも実現した中で、まあ、今回のこのライズの中で行われる対抗戦としては、やっぱりこう中村寛選手と与座選手のカードというのが、まあ、試合前の2人のやり取りだったり、いろんなところでこう一番注目されていると思うんですけど、まあ、ファンが望んでたカードですよね。だ、まあ、それを実現できてよかったなっていうのはあります。世間の見られ方、まあ、格闘技関係から見られると、やっぱり与座選手の方が、ね、有利だっていうのもあると思うんですね。やっぱ手堅い選手なんで。ただ中村にはいろいろとこの試合を決める前に話し合いをさせてもらって、中村に人参をぶら下げてるんですよ。おで、彼はうまい人参をぶら下げてすっごい走るんですよ分かりやすい、分かりやすいことなんでいや、そういう部分では期待してますし、与座選手がどうなのか、手堅くいっても一瞬の隙で中村はひっくり返す力を持ってますし、多分尋常じゃないパワーを感じると思います、中村の。僕も中村選手の試合を見てると、やっぱ一発もそうですし、うん、なんかこう勝負強さというか、そうですね、勝ち時をこう逃さないっていうのが、勘が鋭いなと思って、弱みを見せたときもすぐ行くんで、うん、そのなんていうんですか、でも、ここだっていうときあるじゃないですか、はい、そこを絶対逃さないんで、やっぱなんか人獣って言われてるんですけど、やっぱ獣っぽいところありますよね。じゃあ、ここは本当に一瞬で勝負が決まることも、うん、だからあると思います。手堅いですよ、与座選手、めちゃめちゃ手堅いですけど、
ミスはたくさんあるんで、はい、攻撃するときとかミスいっぱいあるんで、はい、そこを突っ込んだら多分一瞬で終わるかなと思います。もうじゃあ伊藤さんから見てもその中村選手がそのつける隙っていうのいっぱいあるんですね。あります、ね、うん、あります。あの空手スタイルなんで、はいはい、かといって、まあ、空手ではないんですけど、うん、あの距離が多分彼にとってあだになると思います。お、非常に、ね、まあ、楽しみな、はい、まあ、なりました。そしてもう一つのやっぱ鈴木雅彦対、はい、金子明弘、この試合もやっぱりザマッチからの流れがあって、はい、うん、みんながこう待望を待ってた試合だと思うんですけども、あの、まあ、伊藤さんから見て前回 の、うん、そのザマッチでのこの2人の試合っていうのはどういうふうにこう見られましたか。まあ、ほぼ差なかったですよね、うん、ただ、金子選手が鼻血とか出してたんでダメージの部分を取られたのかなと思ってて、大して差はなかったと思います。ただ僕ね、今回ね、雅彦に自信あるんですよ、なんていうの、なんかそんな感じがするんですよ、はい、まさか多分行くんじゃないかなってようなすごく予感がするというか、はい、それも直感的な、直感ですね、あのなんとなくそう感じますね、はい、なんかどうしてもその後のレコードだけでいくと、うん、鈴木選手ちょっと勝ち負けがあって、うん、金子選手は逆にこう勝ち続けてっていうのはありますけど、なんかその雰囲気がやっぱね、負けて自分の欠点は分かったんですよ。あれ負けてなかったらもし今回決まったとしても負けてると、まあ、僕も彼とも話してこういうことはここ直したらいいっていう部分を彼がクリアできると思うんで、あの頭のいい子なんで、なんか自信があるんですよ、雅彦は。あとはもう、まあ、大阪勢がみんなでバックアップして教えてるんで。なるほど。じゃあ逆にあれなんですか、いや負けて星を落としてしまったことによって、うん、こうなんだろう、見逃してた隙を埋められるというか。じゃああれですかね、結果も含めて内容も含めてやっぱちょっとおって驚かせるような試合になりますかね。なんかそんな予感がするんですよ、雅彦に関しては。結構なんですか、そういう伊藤さん、鈴木選手に対してはそういうなんだろう、過去の試合でもなんかこの予感とか。ああ、まあそれありましたね、何かありました。あのなんかね、直感で感じる時あるんですよね、なんか僕も、あ、これ行くんじゃないかな。ここもまた一発でした、鈴木選手が。いや、ここ判定だと思います。判定勝ちだと思います、鈴木。なるほど、まあ、そこが、はい、上がりました。まあ、でもやっぱ中村選手、鈴木選手ともにやっぱ伊藤さんが見てると、そのなんだろう、期待感だったり充実する感じがやっぱ伝わってくるんですね。まあ、そうですね、まあ、雅彦もここで勝つと負けるで違うじゃないですか、またその、うん、まあ、四天王って言われた中に、ちょっと遅れてたけど、はいはい、また戻れるし、うん、ね、リターンが大きいと思うんですよ。で、中村もそうですし、まあ、その後世界っていう人参をぶら下げてるんで、彼はどうしても世界に行きたいっていうんだったら、よざてやってないって言われるのは嫌じゃない、ここをクリアしたらいけるじゃんっていう部分でもぶら下げてるんで、彼はあの獣のように走ると思いますよ、中村は。僕も今鈴木選手のこと、まあ、今中村選手の話をお伺いしましたけど、うん、僕も鈴木選手で言って、ザマッチで勝って、うん、最後戦負けてっていう経験してるのが多分彼ぐらいでしょ、うん、そうなんです。その負けの悔しさが出ると思います。そして次はスーパーフライ級ですけど、花岡選手と池田選手の試合で、池田選手はライズ一度参戦して今回2度目の参戦ですけど、まあ、今回花岡選手が向かい合ったという形になって、この試合は遠藤さん、例えば、ね、池田選手前回の試合も含めてだったり、どんな試合を。池田選手はライズ向いてますよね。あの確かに山向きじゃないと思います。ライズルールだからこそ強さを発揮できるんじゃないかと思います。僕もの前回の戦はライズルールをフルに生かした勝ち方をしてそうそうそう、あのね、組んでの膝も強いし、はい、うまくルールを使ってるなと思いますけど、うん、ただ花子は非常に速いんで、うん、そんなにあの池田選手速くないんで、僕はスピードで反応されると思います、ね、やっぱ花子選手なんだろう、スピード感とか技のキレとか、はい、なんかあれってものはやっぱ彼のなんだろう、持って生まれたものなのか、やっぱりかなり大きい武器ですよね。まあ、そうですね、うん、まあ、持って生まれたものですし、今消防署を目指して頑張ってて、はい、あのその学校も行ってるんですよ、はい、まあ、普段からトレーニングですよね。あ、もう生活から全てがトレーニングですよ。なるほど、消防士になるぐらいなので、はい、もう早起きして、はい、分かりました。まあ、でもこれね、さっき の、 あの話でいくと53キロだったり、階級的にもこの試合も多分今後のライズだったり流れには関わってきそうですよね、うん、そうですね、池田選手が変わればやっぱまた上位になるんで、うんうん、まあ、トップ戦線に絡んでくるでしょうし、うん、で花岡も勝てばまた戻ってくるでしょうし、うん、あと、まあ、その他の、対抗戦でいくと、ヒュー選手と龍華選手、あと田中佑樹選手と斉藤選手と、これはあのくしくもあの新人王を取った2人が、うん、あの対抗戦に、まあ、抜擢という形ですけど、まあ、改めてこういった選手を対抗戦にこう選んだ理由っていうのは、どんな。やっぱり新人王ってあの、まあ、そこまでなの本当大変なんですよ、まあ、本当にそのスタンドアップっていうところでやってるんですけど、そこもレベル高くて本当に
大変な状況で上がってくるっていうか、優勝した選手本当に強いんで、やっぱそういう選手にやっぱり、ね、未来を見せてもらいたいなってありますよね。でも今後のやっぱりライズを支えてくるヒューと田中はそうなんで、もし勝った場合はものすごく階段3つぐらい上がるような感じですよね、飛び級みたいな。だからそういう部分の期待も込めて、あとはもうそうですね、思い切りもう変なことを背負わずに思い切り持ってるものをぶつけてくれれば、おのずと結果が出てくると思います。伊藤さんが見てこの2人の特徴ってどんなところが。いや2人ともね、やっぱね、技術もやっぱすごいですよね。あとはパワーとフィジカルが強いですね。パワーとフィジカル、やっぱり対抗戦ってフィジカルがやっぱり出てくるので、やっぱもうぶつかり合いじゃないですか。もう、はいはい、気持ちと気持ちのぶつかり合いなんで、うん、フィジカルが強い子がやっぱり大体勝ってきますよね。あ、まあ、先ほどの心技体の話で、はい、その体の部分の大事さというか、だから心体技術ですね、はい、なるほど。じゃあこの、まあ、そのチャンスを与えるということもそうですし、こういった対抗戦に2人とも向いてるというか、うん、自信持って送り出せますね、まあ、だから彼らはまだ無名ですけども、ノーネームヒーローがヒーローになるためにのステップアップだと思います。こういう、なんだろうな、通常じゃない試合を例えば若い時だったら、うん、こういったキャリアでやっぱやるっていうことは、選手がなんだろう、化ける、跳ねる、やっぱきっかけになりますかね、うん、間違いないと思います。ここで結果出せば、うん、もう今年の下半期、うん、どんどんいくと思いますよね。なるほど。じゃあ、まあ、もちろんこの対抗戦もそうですし、うん、ここから本当に何ヶ月後かに彼らがどんどんメインに食い込んでくる。そうです。本当来年とかね、もしかしたらもうここで勝って、うん、年内中にタイトルに絡むやつも出てくるだろうし、そういう部分は期待してますけどね。うん、なるほど。まあ、だからこうやって伊藤さんの話聞いても、対抗戦の中にもいろんなテーマがあるというか、はいはい、こう試合になってますし、はい、まあ、今回ももちろん対抗戦は勝利で、そりゃそうですよ、はい、もう勝たなきゃ意味ないですし、はい、まあ、今回勝ったら3大会連続勝ちなんで、はい、ちょっとお休みしてみようかなという考えもあります、はい、まあ、ただもう、はい、ね、ファンが望むカードがあるんだったら1試合2試合やってもいいんですけど、うん、ね、3大会連続勝ったら僕は世界と対抗していきたいと思います、うん、次は。なるほど。まあ、だから今日こういったインタビューさせてもらっても、なんかこのエルドラドって一つの大会の中にも対抗戦だったり対世界のカードだったり、ライズで作ってきたこうストーリーの一つのこう決着だったり、なんかビッグベンの中にもいろんなテーマと流れがあって、なんかすごくこうどこを撮っても楽しめるというか、なんかいろんなこう見方でいろんなメインイベントというか、まあ、このインタビューを見てもらえば、ね、もっと見やすくなるでしょうし、はい、まあ、前回の、ね、23日の後楽園もそうですし、全部ストーリーとしてつながってるんで、うん、いろんな部分を拝見してもらって大会を楽しんでもらえたらなと思いますね。まあ、やっぱり会場としても東京体育館、はい、ね、ライトさんとして初めての興行ですし、やっぱりこうたくさんいろんな人にやっぱ見てもらいたい大会ですか。やっぱ見てもらいたいですよね。やっぱりその、まあ、もちろん対抗戦だったり世界タイトルマッチ65キロあとは、ね、若者同士のぶっ潰し合いとかもありますけども、ライズを一つのイベントとしてしっかり見てもらいたいってありますよね、まあ、だから今回本当にアクセスがいいところが取れて本当に良かったと思います。だからこそたくさんの人に来てもらいたい。まあ、そういう、ね、伊藤さんの今話聞いてて、なんかせっかくなんでなんかキャンペーンみたいなやつやりませんか。ちょっと考えます考えます。あ、僕もケーズフェスタやつとか何回かやったことがあったんで、はい、ぜひねこれを機会に。そうですね、なんか、はい、より多くの人にやっぱ見てもらいたいんで、うん、はい、ちょっと21周年破格なことをやってみようと考えます。考えます。わかりました。では何か決まった場合はまた正式発表お待ちしてますね、はいはい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。